ソルスレイは支援と引き換えに塩の裏取引をウォルフォート家に命じた。よるべき主家を失った今は受け入れるしかない。セレノアたちは屈辱を押し隠し、輸送の準備を進める。若、荷馬車の準備ができました。正体に見えるよう偽装も施しました。よし、皆を集めて出発しよう。ウォルフォート家ともあろう者が裏取引の片棒担ぎとは、御三家筆頭の栄光も今は昔か。私が女王だなんて、一体何をすればいいの？全てはグスタドルフ閣下がお決めになる。あなたはただうなずくだけでいい。従順な妻としてですか？私には自由を認めないのね、エスフロストは。何をすればいいなどと他人に尋ねるようなものに自由は必要あるまい。自由とは、意志を実現させようとする者が自らの力で掴み取るものだ。私はそうしてきた。わかりました。ありがとう。あなたがどうするかはあなたの自由だ。強くなれるよう見守ってください。あんなガキと婚姻を結ぶだなんて、統治のためとはいえお兄様の気が知れないわ。僕は認めないぞ。なぜ兄様、グリンブルクを僕に任せてくれないんだ。皆馬車に乗り込みました。いつでも出発できます。街道は使えない。厳しい旅になるな。やむを得ません。人目につかぬ新たな輸送路を確立する、それがソルスレイ殿からのお達しですから。皇帝の当たりはつけました。一般の人間が立ち入らない山岳と荒野の裏道です。聞き込みによると獣や野党のねぐらという噂もありますが。天気も荒れそうですね。行こう。取引に遅れるわけにはいかない。雨の中、ウォルフォート家一行は人目を避け、塩を積んだ馬車を北方山岳地帯の裏道へと走らせる。しかし雨は止むどころか強まる一方、不慣れな山道の中、これ以上の行軍は危険と判断した一行は雨をやり過ごす相談を始める。
人の気配はないようだな。廃墟か。ドラン様、本当にこれでいいのですか。偵察役が不満か。私はいいのです。でもグリンブルクの王子がなさるようなことでは、裏取引なんかのためにこんなにつぶぬねになって。今の俺は王子ではない。必要なら何だってやる。しかしあまりにも。何かありましたか。いや、ただの廃墟だ。それよりここから先は険しい山道が続くようだ。この辺りで休んで雨をやり過ごしてはどうだ。賛成です。この天候で無理に進むのは危険でしょう。そうだな。念のため辺りを調べて休息しよう。
セレノア、眠れないのですか？少し休まないと。いえ、私は大丈夫。フレデリカこそ眠ってください。雨の音、まだ降っているようですね。そうですね。でも明日はきっと晴れます。ええ、きっと。ずいぶん楽観的ですね。最悪の場合も想定した方がいいと思いますけど。そんな言い方はないだろう。若はフレデリカ様を励まそうとしたんだ。いや、ジーラの言う通りだ。雨が止まなければ迂回路を探そう。どちらでも同じでしょう。晴れようが迂回路を取ろうが、この道が行き着く先は泥沼。埃が汚れることに変わりはない。承知の上だ。だからこそソルスレイ殿の信用を得られる。信用を得た先は、弱みを握られて陰陽に使われるだけかも。そうはさせん。向こうもそう思っているでしょうね。みんな起きろ。潮がなくなっているぞ。なんだと。賊です。荷馬車に積んだ潮を持ち去られました。気づかなかった。なんということだ。敵は相当な手だれです。私も油断しました。まだ遠くへは行っていないはずだ。賊を探そう。あなたたちは、あの時の盗賊。おっと、こんな裏道を使うなんて、どこの物好きかと思ったら、ウォルフォート家ご一行様とはね。荷を盗んだのはお前たちだな。返してもらおう。ああ、ここらは俺たちの縄張りだ。断りもなく忍び込んだことを、そっちが詫びるのが先じゃねえか。黙れ、コソ殿が勝手なことをほざくな。裏道でコソコソ塩を運んでる奴が偉そうに。分かってるよ。奪われても表沙汰にできない品なんだろ。それに俺たちはコソ殿じゃねえ。だから堂々と塩はいただく。取り返せるもんならやってみな。任しておきな。私でよければ。お任せください。
承知しました。私に任せなさい。盗んだ塩は返してもらおう。嫌なこった。油断したてめえらが悪いのさ。よし、野郎ども、ついでにこいつらの身ぐるみも剥いでやれ。情けは禁物です。行くぞ。お返しを。盗んだ塩は返してもらおう。嫌なこった。油断したてめえらが悪いのさ。よし、野郎ども、ついでにこいつらの身ぐるみも剥いでやれ。
最善の手を。俺の番ってわけか。お命令を。俺は負けん。さて、制してみせましょう。その日まで。負けられない。私です。あなたならできる。これは助かります。冷静に行きましょう。回復しますもん。最善の手を。この手で行きましょう。終わらせましょう。戦いを終わらせるために。あたしの出番だね。ほら、ミス様のお通りだ。終わらせましょう。私の番だね。
前向きに行こうじゃないか。どこから攻めるか。天より狙い撃つ。行きます。耐えた。私の出番だね。俺の番ってわけか。お任せください。勝利への糸口は。回復はお任せを。これで傷。ありがとう。終わらせましょう。正しいと思える世のために。滅せよ天にあだなす者。もう許さねえぞ。塩は俺たちのもんだ。効果的ですね。手応えを感じます。効果的ですね。よし行くよ。よっしゃ行くか。出番だな。逃がせ。よっこらしゃった。受けてみるかい。前向きに行こうじゃないか。負けられない。終わりだ。最善の手を。行きます。押し切れそうです。この身が果てるその日まで。仕事にかかります。これからですよ。ありがたい。私のできることを。これで傷は嬉しいです。よし行くよ。熱いで。俺の番ってわけか。天空の力を。
が湧くのを感じます。情けは禁物です。この手で行きましょう。勝つぞ。この槍を当ててもらう。この力を平和のために全力を尽くします。さあやりましょう。ウォルホートの名にかけて。様のお通りだ。いいぜ。狙い通りだ。収めるために。炎よ。うまよっ。月が落ちたか。あいつは痛いぞ。行きましょう。示しましょう。落ちろ。千の力が感じられます。どう攻めるか。一気に移動します。勝つぞ。この技ならば。やらせてもらう。はい、いける。いける。さーて、軽く思うなよ。この力を平和のために。仕事にかかります。さあやりましょう。どこから攻めるか。今こそ。うわ、手応えあり。どうだ。今日ならこいつで引いただろ。俺の番ってわけか。あの日の威勢はどうした、若いの。
運び屋をやらされる気分はどうだ。言わせておけば。いつだな。学んだ力、今こそ。ありがとう。私のできることを。回復します。ありがとうございます。それでは。昇竜の糸口は。勉強を変えましょう。学ばせていただきました。行くよ。当ててみせるさ。よし行くよ。ガラ空きだぜ。やった。やった。今こそ。やった。全力を尽くします。行きますか。支えなければ。待って。それでは。落ちよ。勝利への糸口は。やはりそうでした。ありがとうさん。私の番だね。逃さない。
父上ならどうする。天より狙い撃つ。私です。私のできることを。そんな力を示しましょう。準備は抜かりなく。参ります。恐れよ。行くよ。俺は負けん。あった。痛い。覚えてろよ。てめえら、うちの娘泣かしやがったな。仕事にかかります。しなさい。慎重に。学んだ力、今こそ。私のできることを。これが私の役目。ありがとうございます。勝利への糸口は。油断したな。そんな。よっこらしゃっと。俺は負けん。慎重に。終わらせましょう。逃がさない。お任せください。Thank you.
頑張りましょう。悪いな。どうしろってんだ。勝利への糸口は。行きますか。これで傷を。希望への一歩です。負けん。どうだ。この槍を受けよ。やるしかないか。争いを収めるために。最善の手を。この手で行きましょう。私ですが。これからですよ。私のできることを。回復します。助かった。どうしろってんだ。それそれでは。恐れよ。落ちろ。私の番だね。やってくれるな。この槍を受けよ。ウォルホートの名にかけて。勝利への糸口は。好機は今。負けていられんね。学んだ力、今こそ焼き尽くします。あだ。ちくしょう。今日のところはおさらばだ。野党ども、塩はすべて返してもらうぞ。仕事にかかります。冷静に行きましょう。皆さんのために。頑張ろうかい。行くよ。力を示しましょう。どこから攻めるか。やってくれるな。勝利への糸口は。巻き返しの時。仕事にかかります。これからですよ。行きます。私のできることを。回復します。心配かけたな。さあて。それでは。ウォルホートの名にかけて。
ぞ。情けは禁物です。学んだ力、今こそ。お任せください。さーて、参ります。私のできることを。勝つぞ。どこから攻めるか。手応えあり。最善の手を。私です。これからですよ。いい判断です。学んだ力、今こそ。行くよ。力を示しましょう。行きますか。傷を癒す。確かめ。行くぞ。はい。どう攻めるか。ウォルホートの名にかけて終わりだ。じゃねえか。これ以上やったらこっちの命が危ねえ。ずらかるぞ。ウォルホートども、隠れ家を奪われた恨み忘れないからね。勝手な奴らだ。本当に。そういえば何の話をしてたんだっけ。もういいでしょ、今夜は。そうだな、塩も取り返せたことだし、今は体を休めよう。明日は明日の風が吹く、そういう楽観も必要でしょうね。何か揉め事でもありましたか。いや、我々も休もう。はい、明日に備えて。盗賊たちを退けたウォルホート家一行は山岳を抜け、密かにエスフロスト公国の領内へと入った。取引の場所は間もなくのはずだが、霧がひどいな。待ち伏せには絶好の状況だな。アンナ、周囲の偵察を。遅かったようです。動くな。逆らえば容赦はしない。分かった、抵抗はしない。待て、その髪の色は。やはりフレデリカか。ということは、お前たちはウォルホート家か。なぜここに。